い、皆さん、こんにちは、もんじゃ TV です。ということで、今回もイニングルーム2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、ジーコ、まあ、レジェンド選手なんですけれども、こちらのジーコを、現役のブラジル代表スカットに投入させたらどうかといった感じのね、動画を今回ちょっと撮っていこうかなと思います。で、まあ、うちのジーコがちょうどレベルがね、35レベルで、まあ、捨てはこんな感じですね。まあ、もうそれはね、ジーコ無双っていうか、ベッカムとね、ジーコのレジェンドスカットみたいな時に紹介してるんですけども、これはちなみになんですけれど、アルゼンチンと、ブラジルがやった時の、ブラジルが3対0で勝った時の。この前の動画でやったやつだね。そう、マイメロさんとの動画で撮ったやつですね。ということで、こちらのスカットで、イベントの方でね、スーパースターとやらせてみて、どんな感じでね、ジーコ活躍するのかを見ていきたいと思います。さあ、スーパースターですね。普通にブラジルスカットはですね、そもそもチッチ監督が結構やっぱりいいといった印象を持ったんで、うん、でもなかなか結構フィットするんじゃないかなっていうふうにはね、思ってます。これユニフォーム？ですね、これちょうどコメントで、なんかブラジルに近いユニフォーム知ってる方いたら教えてくれませんかっていうあれに対して、なんかね、ポルトガルリーグのチームがいいですよみたいな感じで教えていただいたんで、ちょっとこのチームにしてね、今回はやっていこうかなといった感じに。さあ、相手がシメオネで、珍しいですね。2枚の要は、右と左のところが中寄りのね、センター前もなんかやってる人いたよね。そう、オンラインでね、やられてる方がいたんですけど。結構でも別に悪くないというか。いや、結構面白いかもしれないね。チアゴとイスコかな。うん、なんか張らない分だけ、うん、パスはちょっと通しやすくなるんじゃないかなっていう。中気味に多分寄ってくるんじゃないかな。要はボックスボックスみたいな感じになると思うんで。さあ、これアルゼンチンとやった時、この前のフレマでやった時の、まあ、ブラジルのやつにジーコ入れたと感じですね。まあ、ジーコね、レジェンドだから、うん、ここら辺でね、あー、すごい、ボッコ開いてんな、あそこ。さあ、ポグバにね、決められて、まあ、あの辺やっぱりスーパースターも、見逃してくれないんでね。いや、ってか、なんであんな開いてしまったんだろうね。そうだね。恐ろしい形。あれ、怖いな、うん、あれは。怖かったな、急に。パウリーニョから。あ、結構ライン高いのかな、どういうことなんだろう。高かったかもしんないね、結構、割と。怖いな、あの開き方やべえよ。びっくりしたね、すごい。そうね。さあ。さあ、パウリーニョ、ネイマル、いや、まだあるぞ。さあ。つないでいきたい。あー、ここいけるか、あーっと。ポグバがね、結構強いよね。まあ、前線に置かれると多分相当怖いよね。結構ね、やっぱり守備もいいし、でシュートも威力やばいの持ってるから危ね。うん。これ事故ってるな。危ね。オッケー。なんで、まあ、コンディションで5なんですけど、普通に置かれると結構だるい選手ですよね、はい、ポグバは。さあ、ネイマール、カルバハルトの1対1。ここでネイマールが頑張んなければ、結構この監督きついぞ。ボールをね、ちょっと。まあ、スーパースター相手だとやっぱね、なかなか難しいよね、ドリブルするのも。突っ込んでこないからね、結構。絶妙な間合いを測ってくる。ジーコ何してる今のところ。ジーコは大丈夫。まだ元気。ジーコ何してる元気してる元気元気元気してるかまだ行く、まだ行く、まだ行く。フェルナンジーニジーコね、これね。おい。パス、スルーパスがすごいね。そう。いい選手っていうか、ジーコ。このパスね。パウリーニョ上がらしてきて、さあ、来た。いや、いいよ。いやちょっとおしゃれ。いや、まあ、オッサイだけど、ヒールスルーパスみたいな。すごいよね。一気に最前線までさ、通してくるっていうね。まあ、オッサイドになっちゃいましたけど。いやー、すごい。ヒールスルーパスだ。レジェンドっぽいプレイをしてる。うん、レジェンドっぽいわ。動き。ボールと友達世代だわ。うん。うん、短パン世代だからね、本当に。すげえ短かったもんな。ああ、これ。さあ、流れていくと。いった形ですね。シメオネなんで、基本的には多分、守備結構固め。そうだね、中固いで、ね、やっぱニトリートはね、下がってくると思うんで、多分、でも前にスペースはね、空いてくると思うんで、うん、そこにジーコを攻撃参加させてあげたいね。さあ、マルセロ。マルセロの攻撃参加から、さあ、ネイマル。ネイマル。さあ、ジーコ。ジーコ。ジーコで、三角形を作って、ジェルス、ジェルスか、からの、コーチーニョが奪っちゃうんですね。ジーコじゃなかった。コーチーニョなんだよね、これ。うん、まあ、ここ基本的にいい入りだったけどね。そう、これ入ってきて、ジェルスで、ジーコ走ってんだよね。うん。ジーコでもいい、コーチーニョ蹴っちゃう。素晴らしい。まあ、結構やっぱ入り込む力だったね。まあ、レジェンドの、その、なんつうの、やっぱまあ、年食ってるから、まあ、人に分け与えるってこともね、まあまあ、できるという感じですね。
さあマルセロミランダといった感じで、ブラジル守備はやっぱり結構まあセンターバックをミランダとチアゴシューバとかマルキーニョス怖かったけどね、あの穴みたいなボコー穴開いて、あれね怖いね、ちょっとなぜあれが起こったのかっていうのはよく分かんなかったけど、ボッコリ開いてたね、ボコースって言ったの今実況が誰よ誰よボコースんだお、いいよパウリーニョ、パウリーニョ前線が守備、いやー惜しい、キエリーニハマってます、さあ、あ、来たジーコ、あーポケバ強えー、ポケバ強いな、いや取り返す、でもだジーコ負けないよ、取り返す、レジェンドも取り返す気持ち、負けない負けない負けない、体体まだある、いやもう使わない、いやー惜しい、ここもね厳密に言うとこのパウリーニョに出してるんですけどね、なるほど、ちょっとジェズスの方に行っちゃってオフサイドになっちゃったって感じなんですけど、惜しかったな、もうちょいね前でとかね、もうちょい高い位置でね結構え？やってくれるね。あ、これやるんだ。スーパースターこれやるんだ。結構やるね。レジェンドにビビったんじゃないかな。ジーコにビビったのかもしれないですけど、これね、チッチ監督で。長いな、座り込むの。あのね、チッチ監督で、ジーコ一応 OMF で使ってるんですけど、うん、ちょっとね。これすごいね、うん。これ、なかなかスーパースター、これやんないけどね。攻撃がね、攻撃っていうか、あれなのかな、やっぱ低い位置に、いるよね。ちょっとワンツーとかで上がらせないと。あ、ジーコかってこと？そう、攻撃参加してこないんだよね。うん。チッチ監督の時って。なんで。だって、スリートップだもんね。そう、ま、ずだから、しょうがないよね。ちょっと低く、うん、低い位置にいるのは、さすがにしょうがない。だから、ジーコとその、今のブラジル代表は、うん、ちょっと、ポジション的にはね、かもしれないのかもしれない。このウィーレだとね。そう、おい、上げろってくる、怖い。さあ。あそこからも結構強烈やな、シュート、うん、アグエロ。アグエロって、うん、アグエロもすごいからね。さあ、これコーナーキックですね。コンピーのコーナーキック、どんなもんじゃいといった感じなんですけど、フメルスでチアゴ・アルカンタラ、ダイレクトマルセロからの、うおー、すげえ。クリスティアーノ、これはすごくない？リプレイ見ちゃったよ、俺も。思わずすごすぎて。これ止められないわな。これやばいよ、ね。ああ、これ止められないわ。これ、こんなコーナーは初めてだわ。あらかじめセッティングされてたプレイだな。ああ、すごい。さあ2対2打ち合いになってます、あイスコに負けていく、イスコにイスコうまいんだ、ね、あーうめえまずいまずい、スライディングの代償が、あーうまい、いやーなんだなんだ、あーちょっと、あーいやーダイレクト打たれてく、ポグバの今のは完全に焦りから生まれた失点だったな、ただあれ止めてほしかったけどね、いや無理だろそこまでコース厳しくな、厳しかったかな、いやびっくりしたね多分、あそこにさ取られてさ急にしょ誰で打ったでしょ、いや無理無理無理、いややっちまったね、あのパスミス、キーパーには絶対クリアと思ってるから、あれはねちょっとフェルナンジーニョというかこちらの操作のミスです、ね、そうだね、ほんとあれはびっくりするよね、でもポカもよく誰で打つのスーパースターやべえあれ、恥ずかしいプレーさせてしまったフェルナンジーニョ、うん、恥をかいてる多分今、申し訳ない、さあバルサロウィリアムね、ここセカンドトップに入れてます、なんと逆転されてしまうという、うん、さあここを崩していきたい、さあここで鉄壁だね結構、いやああここでねキエリーニがあるんじゃないレジェンド、後ろからファールしてきて、これはあるぞと、あ来る、いやこれジーコプス、あ練習してきた時を思い出せ、うん、いやー決めていく、全然巻かないで正面で蹴ってたよ、うん、ちょっと巻いてあるけど、うん、やった10 誰もいとこに、いやまあレジェンドだから、あそう、うん、これねちょっと巻いてるんですけど内側にあのちっちゃい選手多分ティアゴかな、あそこを狙ってね、まあ、ジーケクルトワだったんですけど、もうジーコのフリーキック炸裂といった感じで3対3めちゃめちゃ打ち合ってます、いやレジェンドの力だこれ、うん、でもジーコはねでも俺個人的にフリーキック結構蹴ってますけど結構マジで一番蹴りやすいかもしれない、フリーキックは。なるほど。あっティアゴ。すごい。あ、リスト早い。あそこのなんかミスね。このさっき、あ、なん止まる、さあ、ウィリアム。あ、止まる、パウリアン。さあ。ポグバが強い。チェック。早いよ。これグビグビいってるよ、チェックを。チェックがね、激しいんですけど、ウィリアン、ジーコ。いや、いいよ。ウィリアン。ジーコもう一回もらいに来い。ネイマル。いや、惜しい。さあ、ここら辺は、ガイナイスマルキニョス、ここ怖いよ、さあアウベスをね攻撃参加させていくと、さあアウベスからのジーコ、おいジーコ、あー足もう一個だな、ジーコ、さあここねクリロナが立ったか、走って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 
カーソルが当てない。怖え怖え怖え。カーソルが今あった。あー、押す、あーよーあー決まった。すごい、誰で打つんだあれ。カーソルがね、合わないよね。いや、カーソルとかいう問題じゃないだろあれ。クリルの誰で打ってんじゃんあれ。すごいね。いやー、すごいなー。でもあのたまにコンピって行かれた絶対勝つぞみたいなコンピいるじゃん。そう。だからもう、それが出てたでしょ。うん、人類には勝てねえみたいな。もう絶対に勝つからみたいな。意地を見せてくるんだよな。なんなのあのヘッドといいさ。そう。まあ、1点はあれだけど、でもちょっとミスしたら容赦なくダイレでさ、ポグバ打ったりとか。絶対外してこないもんね。おー、すげえよ。怖えよ。いやウィリアム。しかし負けない。レジェンドの力あるよ。いけねえ、今でジーコの前で。うわー。これ、今回じゃない？いや、あれさ、止められちゃうんだよ、あの位置で。まあそうだね。ニア、ニアか。このさ、アプリ版の根下って結構ゴロになっちゃうんだよね。なんか、うん、もうちょっと高さ調整できればいいんですけど。それはずらしてシュートかね。あ、そうだね。ずらしてシュートはちょっとなかったな。うん、さあ、89、このままでは負けてしまうといった形で。ああ、いや、やばいやばい。キーパー出てくる。ナイスだ、頑張れ。さあ、これはこのまま負けるのかと。言ったところ、ラストワンプレー生かしていきたい。ウィリアン。さあ、ネイマル。レジェンド、力見してくれ。ジーコからのネイマル。決めていくトップスピードで。俺が継ぐと。俺が。ブラジルの伝説。うん。見ていてくれと。今年のワールドカップ。やりそうやな。いや、いいタッチだ。後ろから、ネイマーって言ってた。ネイマーって。いやー、なんとかね、まあ、4対4といった形で。うちだ、鹿島へ戻ったのって言ってるらしい。日本語喋れんのかな、ジーコ。日本語喋れんのかな。いや、喋れんだろ、そこまで。さあ、で、まあ、4対4なんですけれども、まあ、なかなか結構面白い試合だったんだよね。いやー、打ち合いだったな。いや、打ち合い、本当に。たまにこういうスーパースターが本当に、そう。いや、絶対に勝たせてくれないっていうか、まあ、こっちのミスもあったけど、ただね、やっぱね、コーナーと、狙いどころがすごかったね。あ、で、あのミスも絶対になんつうの、うん、あの逃してくれない、逃したないよって言ったところのところだよね。まあ、結構ね、普通になんかラフな気持ちでやったんだけど、結構白熱した試合になったと。でもよかったね、ジーコのやっぱフリーキックで1点追いついて、うん、結構やっぱりさすがレジェンドといったところは見せてくれたと思うんでね、うん。まあ、ジーコのあの動画とかもまた、まあ、せっかくゲットしてるんでね、またちょこちょこ頻繁的に出していけたり、なんかジーコスカットみたいなの作りたいんだけどね、ジーコにあったようなスカットみたいな。まあ、ただそう、今のブラジル代表の、うん、その監督、うん、チッチが、ウィーレが合わないんで、スリートップが合わないんで、多分ジーコ。だからまあ、なるべくだったらトップ下に置いてあげたいっていうのがあるんで、ね、まあそこら辺でね、使ってあげるっていうのがいいのかな、というふうに思います。ね、はい、ということで、また次回の勝負さら、ボー